お前から来てくれるとは思わなかったよ。あ、また会えてよかった。ドナルドとグーフィーはどうしたんだ？まだそんなことを言ってるのか。そんなに仲間が大切か。お前が探してるのはあの二人か、それとも。カイリー、見ろ、お前が遊んでる間に俺はカイリーを見つけたぞ。おっと、俺の船で勝手な行動は慎んでくれ。リック、お前なんでこんな奴らと一緒にいるんだ？俺はハートレスを操る力を手に入れた。もう恐れるものは何もない。ハートレスは危険な力だ。心を飲み込まれるぞ。それは心が弱い奴だけさ、リック。この力でいろんなことができるようになった。こんなこともな。大切な仲間に会わせてやるよ。船はまだ出せないのか。向こうへ着くまで空を帰りに近づけさせるなよ。ふん、あんなガキがこの俺に命令とは。どうします、副船長。放っておけ。どうせ船の中にはハートレスがうようよしとる。奴らにでも見張らせとけ。でも船長、あそこにあいつも。しっ、今音がしなかったか、あの恐ろしい。いえ、何も。本当に本当、気のせいか。はあ、やだやだ。カイリが？うん、確かにカイリだった。ようやく会えたんだ。そうか。それじゃもう一度会いに行こう。あ、さっさ立ち上がろう。早く立って。あ、悪い。ここから出るんだろ。手伝ってやろうか。誰だい？君らだけじゃまず無理だろうね。ブー。そうかい。じゃあどうぞご自由に。そういう自分も捕まったんじゃないの？僕は待ってるだけさ。誰を？遅かったじゃないか、ティンカーベル。そうか、そこにウェンディがいるんだな。もう一人？もう一人女の子がいるのかい？何言ってるんだ、ダメだよ。ウェンディは大切な人なんだから。ははー、やきまきやってるわ。おい、ティンク、扉を開けてくれよ。僕はピーターパン。俺、ソラ。いいか、一緒に行くのはウェンディを助けるまでだ。
セバスチャン、早く。待ちなさい、アニエル。私を置いていくんじゃない。待って。落ち着いて、セバスチャン。この人たちは違うみたい。ね、フランダ。そうだね。でも、なんか変だよ。あはははは、な、何が？そういえばそうね。あなたたち、どこから来たの？ああ、もっと北の海から。何しろ離れてるから。この辺の水には慣れてなくて。まあ、それじゃ仕方ないわね。そうだ、セバスチャン、泳ぎ方を教えてあげて。アリエル、またトリトン王に叱られますよ。大丈夫よ。様になってきたな。お次は身を守る方法だが。セバスチャン。Thank you.
た、え、そりゃ、え、え、せや、燃えろ、は、た、燃えろ。
危ないところだったな。だがわしとこのトライデントがある限り、あのような輩をこの宮殿に侵入させるものか。パパ、ありえぬ。宮殿の外は危険だとあれほど言っておいたのに。怪しい奴らがうろついておるのだ。こちらにおわすお方こそ王の中の王、我らがトリトン王であるぞ。この者たちはここへ来る途中助けてもらったの。見ない顔だな。俺たち遠くの海から来たもんで。そうそう、鍵穴を探しにね。鍵穴？何それ？いや、あのね、そんなものは知らん。聞いたこともない。でもパパ。アリエル、お前は黙っていなさい。いいな、もう二度と宮殿の外へ出てはならんぞ。育て方が厳しすぎるのか。わしはただアリエルのことが心配なのだ。お気持ちはごもっともです。それにしても鍵穴とは何のことでしょうか。お前は気にしなくても良いことだ、セバスチャン。それよりも例の件は。トリトン王のおっしゃる通り、奴らはアースラのところから来ているようです。あの魔女め、また何か企んでいるのか。宮殿から追放すればもう悪さもできまいと思っていたが。全く恐ろしい限りです。その恐ろしいところへアリエルを近づけさせないのがお前の役目ではなかったのか。それはその、
お前たちに鍵穴が見つけられるものか。だけどあの娘は使えそうだ。おまけに今の私にはハートレスの力もある。いまいましいドリトンめ、今に見ていろ。
タハハエヘア。またわしの言いつけに背いたな。宮殿の外へは出るなと言ったはずだぞ。待ってパパ、なんてことを。少年よ、お前たちは遠くの海ではなく他の世界から来たのだな。あ、ではやはりお前が鍵を持つものか。どうしてそれを。アリエルは騙せてもわしの目はごまかせん。その不慣れな泳ぎ方ではな。鍵を持つ者なら分かっているはずだ。異なる世界に属する者は互いに干渉してはならない。そんなの知ってるよ。だけどお前たちはそのルールを破ろうとしている。鍵を持つ者は平和を乱し災いを招く。そらはそんなことしないよ。アリエルを助けてくれたことは感謝する。だがわしの海にその鍵は必要ない。彼女は深い悲しみに沈んでいるね。かわいそうに、我々が力になれればいいんだが。あのお方なら何とかしてくれるかも。あのお方なら何とかしてくれるかも。誰のこと？きっとお前を助けてくれる。お前の願いを叶えてくれる。おーすらなら。
私を呼んだかい？お嬢さん。あなたがアースラ？私。いいのいいの。困っている人を助けるのが私の仕事。あんたの願いは、ああ、外の世界へ。なんてことはない。あんたと一緒にいたあの子らだって、外の世界から来たんだからね。え？だけどあれは特別。あの不思議な鍵があるからね。おっと、そんなに悲しまなくてもいいよ。あんたのそばに特別はあるんだから。え？いいかい、アリエル。私はね、鍵穴は宮殿にあると踏んでるんだ。だからアリエル、トリトン王に内緒でそこまで案内してくれれば、お前を外の世界へ連れて行ってやれるんだけどね。ついにトライデントを手に入れた。アリエル、お前のおかげだよ。やめてアースラ、そんなこと頼んでないわ。どうして？せっかく口うるさい父親を黙らせてやったのに。そうかい。それじゃあそろそろ連れて行ってあげるよ。お前が望んだ外の世界、ハートレスの闇の世界へ。鍵穴が見つかりません。鍵穴はここにはありません。なんだって？おや、邪魔が入ったね。けれど少しばかり遅かったようだよ、坊や。パパ、わしのことよりトライデントを取り戻さねば。急いで追いかけるぞ。お願い、私も連れて行って。私のせいでパパを傷つけてしまった。私がアスラを止めなきゃ。うん。えい、この私もお供いたしますぞ。そうだ。
か。ドナルド、グーフィー、ポッ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 、えい、ヘッポッヘッ、レア。えい、ポッポッヘッ、レア。燃えろ。そりゃ、燃えろ。
そら、燃えろ。
よ。私たちが相手だ。
と起きる守りを。よし、知るがいい。私がこの海の支配者だよ。海とそこに属する全てのものはみんなこの女王に入れ打つのだ。
ソラ、あなたたちの世界ってどんなところ？ごめんな、騙すつもりはなかったんだけど。ううん、いいの。
だってそれって私でも他の世界へ行けるかもしれないってことでしょ。私諦めない。いつか必ず新しい世界に行くわ。誰かを傷つけたりしない私の扉をきっと見つけてみせる。その扉はどうか私の知らないところで見つけておくれ。
け。さあ、ヘッファッ、エッファッファッ、どうだ、エッファッ、どうだ、さあ、ファッ、これでもか。ヤシオ、守りを、ファッ、ファッ、さあ、ファッ、さあ、ファッ、ファッ、エッファッ、ヤシオ、エッファッ、どうだ、ファッ、ヘッ、おりゃ、さあ、さあ、これでもか、ファッ、ファッ、ファッ、さあ、ファッ、おりゃ、さあ、ヘッ、エッ、さあ、ヘッ、さあ、よし、食べよう、ドナルド、グーフィー、ヘッ、エッ、ヘッ、ファッ、いけ、ヘッ、ファッ、どうだ、ヤシオ、さあ、ファッ、ヤシオ、ヘッ、ファッ、いけ、ヘア、ねえ、どうして空を飛べるの？誰だって飛べるさ。試してみるかい？ティンク、そろそろ機嫌直せよ。妖精の粉をかけるんだ。さ、これで飛べるはずだ。すると何か？ウェンディはプリンセスじゃないってのか？マレフィセントから聞いただろう。選ばれた7人だけがプリンセスなんだ。船の整備が終わり次第出発する。関係のないものは置いていく。せっかく捕まえたってのに、なんでその7人なんだ？マレフィセントは何をしよってんだ？さあな。俺はカイリの心を取り戻す方法さえ見つかればそれでいい。ご苦労なこった。あの娘の心はハートレスに食われちまったんだ。心を取り戻すなんて無理だろうな。カイリの心は食われたりしていない。フック船長、なんだ、やつらやっぱり逃げ出しました。ピーターパンのやつも一緒です。ピーターパンめ、いいかスミ、人質を船長室に連れてこい。今すぐにだ。どうした、ティンク？ピーター？ピーターパンなの？ウェンディ！急いで、海賊たちが部屋の外に！なんだって？よし、すぐ行くから待ってて！ウェンディ！誰？そこに、もう一人女の子がいる。え？ええ、だけど全然目を覚まさないの。ずっと眠っているみたいに。カイリ！カイリ！ウェンディ、空、上だ。
待てよ、リク。風よ。Come on.